取り臭い相談室。この番組は YouTube 取り臭いチャンネルのメンバーシップ取り友のメンバーさんから届いた鳥の飼育相談への僕の回答を皆さんと共有するビデオポッドキャストです。ぜひ耳だけでも傾けて聞いてみてくださいね。メンバーシップ鳥友の詳細ご入会手続きはこの動画の概要欄からチェックしてみてください。今回はこのようなご相談が届きました。現在1羽単独でのバードライフを送っています。この春2羽目をお迎えしようか検討をしているんですが、多頭飼い、いわゆる複数羽飼育することですね。多頭飼いをするにあたって準備する飼育用品、保温器具やお休みカバーなどはありますかというご相談です。このように回答をさせていただきました。多頭飼いを始めるにあたっての飼育用品のポイントをいくつか挙げますね。まずケージは別々がおすすめ。繁殖など考えていなければ基本的には1羽1羽ケージを別々にすることをおすすめします。餌の量の管理や糞のチェックを1羽1羽で確認しやすいという健康管理に重きを置いた考えによるものです。次にケージの設置について。複数のケージを設置する際、可能であればケージが隣り合わせになるよう設置することをお勧めします。飼い主さんが仕事や学校など外出をしている時間、その2羽がめちゃくちゃ仲が悪いというようなことでなければ、お互いが常に視界に入っていることで多少寂しさが紛れて、多くの鳥さんが苦手とする孤独感を防ぐことができるかもしれません。また普段からもそうですね、より近くに隣同士にいることで群れをなす習性本能がある鳥さんには精神的な安定が得られるでしょう。そして保温器具について、先ほどの項目にも少し関連しますが、例えば隣同士でケージを設置した場合、保温電球をケージとケージの間に設置することで、わざわざ2台の保温電球を購入する必要はありませんし、その保温器具付近に鳥さんが近づけるように止まり木をちゃんと設置すれば、ちゃんと両方のケージに保温機能を発揮させることができます。最後にお休みカバーについて。基本的にはケージごとにお休みカバーをかける方がより静かに鳥さんも体を休めることができるかなと個人的には思います。ただ鳥さん同士がとっても仲良しで、薄暗い中でお互いの存在を確認したいほどではと飼い主さんがそう思われるようでしたら、ということでちょっと調べてみました。ケージを販売しているメーカーに複数のケージをまとめて覆うことができるお休みカバーは見つかりませんでしたが、オーダーメイドでお休みカバーを製作販売されていらっしゃる方もいるようです。このように回答をさせていただきました。皆さんのバードライフにも少しでもお役に立てると嬉しいです。ちなみに最後にお話ししたお休みカバーのオーダーメイドについては、例として一つショップさんのリンクをこの動画の概要欄に貼っておきます。気になる方はチェックしてみてくださいね。だんだん春めいてきましたね。先日2週続けてお花見に行ってきました。びっくりしたのはお花見している人の数。コロナ明けという表現も使っておかしくないかもしれませんね。新宿御苑はこの時期のお花見は入園の事前予約が必要なほどでした。日差しも暖かくて、日光浴もできました。人も鳥さんも日光浴でセロトニンを摂取することで心の安定が増します。今度は我が家の鳥たちも連れて近くの公園でピクニックしたいなって考えています。 YouTube 鳥くさいチャンネルの有料メンバーシップ鳥友では、月額190円以上のコースで片山ひとしに鳥くさい LINE 公式アカウントから個別飼育相談ができます。
その他にも様々な特典をお楽しみいただけますので、ぜひ概要欄からトリトモをチェックしてみてくださいね。それではまた。